モーニングユーズイーツ。ソーシャルメディアをビジネスに活用したいあなたのための最新海外ソーシャルメディア事例を加藤正夫が毎朝お届けしちゃいます。皆さんおはようございます。モーニングユーズイーツ。今日は2011年3月16日水曜日、第103回目のモーニングユーズイーツです。動画だけを見られている方、ユージットあなたが主役の Facebook ページを見てみてください。Facebook ページユージットあなたが主役では皆さんのコメントでワイワイガヤガヤ盛り上がっておりますので、ぜひ皆さんもお気軽にコメントをお寄せくださいね。ソーシャルメディアコンサルティングやっております。ご興味のある方は加藤ユージット .jp までお寄せください。それでは、今日お届けしたいのが Transforming the Book Industry How Seth Godin is Poking the Box っていうタイトルで、ソーシャルメディアエグザミナーというサイトからですね、今日はこの記事をご紹介させていただきたいなと思ってるんですけれども、まずはですね、このセス・ゴーディンさん、昨日のユージットでも実は、Now Revolution という本に、推薦文を書いている方ということでご紹介させていただいたんですが、彼はですね、実は今出版業界を変えようとしているというところが一つ実はあるんですね。それからPoking the Box っていうですね、本なんですけれども、ボックスをツン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 ってついてみるっていう、こういう不思議なタイトルの本を彼は実験的なアイデアで実は出版しようとしているんですけれども、そのことについて今日はお届けしていきたいなと思っております。実は今日の記事、少し長いので2回に分けてお届けしていきたいなというふうに思っております。それでは早速見ていきましょう。ここの画面に出ているこの方がセス・ゴーディンさんという方ですね。ベストセリングオーサーというふうに書いていますが、とにかくたくさん、本当に売れる本を書かれている有名な著者の方なんですけれども、いろいろと、今彼がやっているのはドミノプロジェクトというですね、ちょっと今までの出版業界とは違う動きを、違うやり方っていうのを実はやろうとしているということなんですが、まずですね、この記事の中では、Poke the Box という、彼が書い、これから、この実験的な出版プロジェクトで書いているこの本について、書かれてあるんですけれども、ここに書いてあるのは、Figure out how to do something new in a changing world。ここの部分が、まず一つのキーワードになってきます。彼はですね、今までとは世の中はちょっと変わってきてしまっていると。ステイブルな、もう変化が、それほど急激には起こらない、世界の中と、今本当に急激に世界が変わっていっている、今の世の中、今の世界っていうところでは、やり方をそもそも変えなければいけないですよということが、実は彼が訴えていることなんですね。で、このポークザボックスっていうのは、彼が実際に、ここに書いてありますね。I was just 10 or 12 years old というふうに書いてあって、セスさんが10歳から12歳だった頃にある体験をしてですね、そこが実はこの本のタイトルの、由来になっています。ここにも書いてある通り、This isn't a stable world anymore。もうステーブルな、もう一定である程度それほど大きくは変わらないワールドっていうのは、もう今現実のものじゃないんだという認識を持つべきだということなんですね。で、ポークスボックスっていうふうなことが意味しているのは、とにかく、どんどんと試してみようということの意味なんです。とにかくですね、チェンジングワールド、世の中がどんどん激しく動いていく、行く時代にあっては、いかにですね、その試せるか、失敗を恐れずゲームを続けていけるか、これが、本当にもうどうしようもない、もうゲームを続けられなくなるぐらいの大失敗を犯してしまってはいけないんですけれども、常にその許容すべき失敗っていうのをいかに、トライするか、そういうことをやっていかないと、この今のチェンジングワールドの中では価値のあるビジネスを行っていくことができないというところが、彼が今回ポークザボックスというですね、本で訴えたいことなんですね。それで、実はこの、このドミノプロジェクトにおいてもですね、本当に画期的なこのポーク、つっつき、こんなことやってみようかなみたいなことが実は
もう早速実験的に行われたりするんですけれども、まずそのうちの一つがこれ。これですね。このポークサボックスという本の表紙なんです。何のタイトルも書いてないんですけれども、これはですね、もうそもそも本屋さんに並ぶってことを想定してないと。で、想定してなくて Amazon で売られるっていうことをそもそも想定してるので、まあ、Amazon で本を買われた方はご存知かと思うんですが、まあ、本の表紙があって、横にちゃんとタイトルだとか、著者だとか、まあ、あとはここの、サマリーというか、ざっくりとしたその本の内容だとかってことはきちんと出てきますよね。なので、Amazon だけで売るんだったら、いらないじゃん。この表紙にタイトルをつけたりだとか、誰が書いた本だとかっていうことはそもそもいらないというふうな、まあ、思い切った考え方でこの本は実は作られています。まあ、早速ですね、やっぱりこの本をこの、まあ、ソーシャルメディアエグザミナーの、まあ、主催者であるマイケル・ステルツナーさんがですね、まあ、実際に、まあ、買ってというか、まあ、プレゼントされたのか、まあ、オフィスに置いといたら、やっぱりみんなが手に取って、なんだこれっていう形で眺めてみるっていう現象も起きたので、早速このポークが一つ成功している部分もあるということなんですね。それからもっと画期的な部分は、ここなんですけれども、まあ、Last week we did a promotion to ask people to sign up for our newsletter. As a result of the promotion, we ended up lowering pre-order price of the book to $1というふうに書いてあるんですけれども、実はですね、彼はまあ、いち早くこの本を買ってくれた人に対しては、わずか1ドルで提供するというですね、プリオーダー。まあ、事前予約っていうことですね。それに関しては1ドルで売るっていう非常に大きい、今までなかったやり方を取ったということなんですね。まあ、とにかく、プリオーダー、もうとにかく、いち早く買ってくれてる人たちっていうのは、Anyone who pre-orders it is already a fan。もうファンなんだと。ファンの人がプリオーダー、事前購入をしてくれるんであって、そこにはですね、もっともっと、例えばもっと高くても、セス・ゴーディンさんの本っていうのは、いい本だってもう分かっているファンの方々ですから、もっと高いお金をかけて、買う人たちなんですね。にもかかわらず、なぜ1ドルで売ったのかっていうと、What I've done is seeded the book to my best customers というふうに書いてますけれども、もう自分にとってベストカスタマーである人に対して、まあ、もっともっとこの本について伝えてくれるコアファンの役割を果たしてもらうという、そういう考え方なんですね。To the people most likely to talk about it っていうふうに書いてますけれども、まあ、このコアプリオーダーをしてくれたファンからですね、どん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 、まあ、例えば1万人の人たちが、まあ、実際プリオーダーをしてくれたら、もっとこれが5万になり、10万になりっていうことで、もっともっとですね、この本が伝えたい内容について、どん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 伝えてくれるだろうという、まあ、そういうですね、どん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 加速させていくような形の役割を担っていただくためにプリオーダーを使っているというような、まあ、方法論を今回は彼は採用しているということなんですね。まあ、その他にもですね、まあ、とにかく彼は出版業界っていうものが、まあ、今のままじゃいけないだとかですね、まあ、例えば、グーグルっていうものがなぜ今、やっぱり成功してるのかっていうと、まあ、ここに書いてあると、The person who gets to keep playing the game and has most failures has better life and likely has created the most value というところで、まあ、とにかくですね、ゲームを続ける人、そして、一番多くの失敗を経験してる人っていうのが、より良い人生を送ることができると。それから、一番大きな価値を生み出すことができるっていうところが、彼が、実はこの本を通じて訴えたい内容なんですね。まあ、今ですね、本当に今週はどうしても震災のことについて触れざるを得ないんですけれども、今こそですね、日本人も元気を出して、まあ、もう取り返しもつかないような大失敗を個人が犯してしまって、ね、再度事業を立て直せないようなものをやってしまってはいけないですが、小さな失敗を恐れずに、どん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 失敗をして、どん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 ポークして、こうでないかな、ああでないかな、みたいなことをいろいろ試せるかどうかっていうところが、この
どんどん変化している世界の中においては絶対に必要だという部分です。昨日も Be Yourself ということをお伝えしました。コピーをしたってしょうがないと。誰かが人真似をしてもしょうがないのに、みんなこの変化の中で恐れてしまってですね、どうも人真似をしたくなってしまうという部分を、いかに Be Yourself で自分としてやっていくか。そのためには、数多くの失敗があるというところは、避けては通れないという部分ですね。そこの部分が、とにかく人に言われたらやるとか、こういうふうにうまくいったら、右へ倣いでやるっていう考え方では、今は通用しませんよっていうところが、彼が最もこの、ポーク・ザ・ボックスというですね、こういう表紙に、そもそもタイトルも著者名もない本で訴えたい内容だということでございます。また、続きはですね、明日以降にお届けしていきたいと思いますのでお楽しみに。それでは明日からのモーニングジュートもお楽しみに。Stay tuned. Bye!